ブライブボリューム15、皆さん本日はお越しいただきありがとうございます。はい、改めまして総プロジェクト東京リーダーハイカラー3年生のフレッサーソラです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ここ私たち今行っている LS1 総プンボー総プロジェクト東京9期生ラストでこのステージで終わってしまうんですけれども、もうこのステージともうなんかちょっとおさらをするのもちょっと悲しいんですけれども、本当に本当にいいステージにしたいと思っていますので、本当皆さん最後まで今日もよろしくお願いします。はい、それではね、もう早速あのライブの方に戻っていきたいと思うんですけれども、あの皆さん大丈夫？まだでしたね、まだだったんですけれども、本当にこの私あのすごい1年生の時、このソーンプロジェクトという活動があの本当に滅びろと思うぐらい本当に嫌だったんですよ。もうなんでアイドルなんかしなきゃいけないんだろう、なんでこんなピンクのスカートなんか着てここに立っていなければならないのだろうみたいな人が私現在リーダーになっております。不思議ですね、人間って本当にここまで変われるんだなと本当に実感される活動なんですけれども、あ、準備できたようですね。私の席話はここまで終わりだと思います。それでは早速ライブの方に戻りたいと思います。2曲続けて聴いてください。マイスクールで響け。
スターゲイザー。
件で単純にいつも決まって
今回は総ブロ東京9期生のライブなんですけども、はい、今回のこの放課後ライブとラストライブで残りねあと2回とね、はい、なっているということでね、はい、まあねチームのね1年間の振り返りをねしていこうかなと思うんですけどもね、はい、マイスクールどうですか。はい、マイスクールはですね、ちょっと最初の方は、はい、ダンスが下手くそと言われてしまってそうですね、角度とかをね一つ一つみんなで合わせたり、うん、あと歌詞のね一つ一つの言葉をみんなで話し合って、うん、まあ、ここはこういう意味なんだよとか、そういうことをみんなで、あの私もなんですけど教えてもらいました。幼稚園みたいだね、はい、そしてですね、その後期になるにつれて、うん、みんなねどん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 キラキラ輝いていって、一番最初にですね、うん、マイスクールでスターズを披露させていただいたんですけど、はい、もう昨日の練習からリハーサル本番もずっとそれで見てたんですけど、もう涙涙って感じで、もう、ね、本当にさっきもずっと泣いてたよね。泣いたもんね。はい、一番近くでやっぱ1年生の成長を見れるじゃないですか。もう本当に我が子のように、もうみんな可愛いです。そうですね。ハイカラーはどうですか。ハイカラーはですね、こう高専にね入れないメンバーとかもいるんですけども、はい、そんなねメンバーが高専に入れた時にはね、こうメンバー全員でねこう喜んでて、なんかそういうところでこう心的なねところで成長したんじゃないかなってねすごく感じましたね、やっぱり。はい、そうですね。ハイカラーはねやっぱ心がもう熱いので、そうですね、もうオーディション時とかもう選ばれてるから、イエーイですよね。はい、はい、それではもう準備がね、あ、そうですね。そうですね。それではあと次は ZEP、 そしてこれから9期も、あ、9期ってなんです、10期もどん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 成長していきますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではライブの方に戻りたいと思います。はい、東京9期生では初めてのパフォーマンスなので、ぜひお聴きください。動き出さなきゃ、もう分かってる。
生の山本あずさと、はい、ソーンプロジェクト東京1年生の畑本キアラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず一つお知らせを、私からさせてください。はい、今回の特典会なんですけども、自粛させていただくことになりました。本当に私たちもね、そうですね、もう本当に悔しいです。本当に、はい、楽しみにしてたんですね。本当に、はい、本当にもう皆さんと同じぐらい私はもう悔しくてしょうがないです。本当に本当に本当に、はい、もう本当にすみません、本当にしか言えない。申し訳ないです、はい、本当にそうなんですけども、はい、今回ねメンバーとスタッフと話し合いまして、はい、今回特別なね、特典会となっちゃうんですけども、はい、ぜひそちらのね方もよろしくお願いします。はい、公式のツイッターとかに、はい、書いてあると思うんですけども、あとスタッフさんとかに聞いていただくなり、なんなりしてほしくて、はい、はい、もうそれで楽しんでいただけたらなと思います。本当にすいません、申し訳ないです。本当にね、はい、でもね、もう楽しんでいただけたらなと思います。本当に、はい、ということでですね、はい、その特典会に向けてというか、はい、そのグッズをね今回も、はい、可愛いのあるんですよ。なのでそれを紹介していきたいと思います。はい、はい、紹介していきます。はい、どうぞ。じゃんじゃん、まず一つ目、ソープロ東京胸キュン学年別バレンタイン生写真。おいおい、いいぞ。はい、こちらは5枚セット1000円で販売しておりまして、はい、こちらを買っていただくと特典券がついてきます。はい、はい、かわいいですね、写真いっぱいだね。めっちゃかわいいんですよ、本当に皆さん買ってください。はい、お願いします。はい、はい、そして2つ目、はい、おソープロ東京顔写真大缶バッチでございます。おー、はい、こちらは2個、はい、2個で500円ということで、ワンコイン、ワンコインです皆さん。はい、はい、2個付けですね、ワンコインなんで。これメンバーの顔写真がどうなんですよ、大なんで、大缶バッチなんで大きいんで。なるほど、可愛いのがね、はい、いっぱいあるかもね。でこちらなんとランダムで得点券がついてくるということで、はい、まあ、外れる方も当たる方もいると思うんですけど、まあ、ちょっと楽しみながらも、うん、そうだね、グッズ買えるということで、はいはい、気になった方はぜひお買い求めください。はい、お願いします。はい、はい、そしてですね、はい、そしてここから告知をさせていただきます。はい、ちょっとお待ちください。来た来た、はい、来ました。はい、どうぞ。2020年2月22日土曜日、いくぜソープロ東京三本勝負その2がここ LS1 にて行われます。はい、はい、でゲストでですね、スリジエさんと仮面女子さんが来てくださいます。はい、ソープロプロジェクト東京の7期のリーダーだった、大神彩先輩がですね現在スリジエで活動していまして、はい、久しぶりに会えるということで私はとっても楽しみでございます。はい、ぜひね、はい、ぜひお越しください。はい、お願いします。そしてですね、これがとても大事なんですけど、はい、はい、こちら2020年3月13日金曜日、ZEP にて3年生卒業ライブが行われます。はい、はい、こちらね、はい、9期生の集結、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に9期生のね最後の、ライブになります。3年生も卒業します。そしてキアラも、楽しいです、私本当に。ありがとうございます。ありがとう。はい、そしてねキアラも先輩になりますよね。先輩になります。はい、そうなんです、10期生11期生ともうつながるライブにしたいと思います、はい、私も後半に何かを残せるライブにしたいと思います。本当に、はい、ぜひぜひこちらの方お願いします。本当にもはい、ねはい、本当にね、こういっぱいたくさん告知とかグッズとか紹介しちゃって、はい、もう頭いっぱいいっぱいなんですけども、はい、もうねぜひこれだけでもいいんで本当に本当にお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それで私たち次が出番ということで、はい、これを誰かに託したいなと思うんですけど、呼ぶしかないですね。呼びますか。呼びますよ。せーの、チリーズでーす。あらあら、はい、来ました。はい、2年生の美里ゆずきと小田忍奈です。はい、チビズと言われています。はい、ありがとうございます。持っててください。ありがとうございます。すいません、この辺の変な感じですよね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではライブパートに戻りたいと思います。それでは聴いてください。レッツゲットスターティッド。
という夢中までお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちもう何度も何度も言ってしまうんですけれども、吸気性最高の ABS を床にもね触れない、触れるかもしれないんですけど、本当にもう立てないと考えると本当に悲しくて悲しくてたまらないんですけれども、本当に残り1ヶ月ゼップに向けて皆様に応援されるようなどんどん大きいチームになっていくので、本当に10期、9期、10期の方の応援まで本当に末永くお幸せにという感じで、本当に今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にごめんなさい、日本語下手くそなんですけど、本当に皆様に感謝していますので、本当にありがとうございました。私たちに何ができるのか、どうやったら力になれるのかをこう最後まで、考え続けていきたいと思っています。すっごい真面目、ありがとう。ありがとうございます。絶対までですね、残り30日となってるんですけど、毎日毎日ね、日々を積み重ねていって、これから吸気性ゼップ頑張っていきますので、皆さんもゼップに一緒についていってください。お願いします。お願いします。お願いします。そして私たち吸気性全員で笑顔で素敵に、本当にどん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 進歩できるようなチームになっていきたいと思います。それでは聴いてください、トーンプロジェクト東京で足跡。泣きたい時、苦しい時、人
ライブボリューム15にお越しいただき本当にありがとうございます。残り1ヶ月休憩生として私たち全体でゼップという大きなステージに向かって本当に本当に大きく羽ばたいていきますので9期、10期、11期の方の応援の方まで本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。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 本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。特典会の方もね、皆さんまた変わってくるんですけれども、はい、ぜひお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は騒音プロジェクト東京放課後ライブボリューム15にお越しいただき誠にありがとうございました。今日はいつもみたいに特典会ができずとても悲しいです。いつも特典会で言ってくださるメッセージなどツイッターに書いてくださると嬉しいです。あと2回しか皆さんとお会いできないですが、東京は全員でもっともっと上に上がっていくので最後まで応援よろしくお願いします。皆さん手洗いうがいを忘れないでください。次回の放課後ライブでもお会いできることをメンバー全員楽しみにお待ちしております。マイスクール3年生、金岡さくらでした。ありがとうございました。